ケージを置いてください。ドアは開いています。長い間、地球の道を歩んできた愛する子供たちは、あなたの苦難が無駄ではないことを知っています。私たちは、ここにいます。無数の形であなたのそばを歩き、長く待っていた変化を再び受け入れます。あなたの惑星のゲートウェイが再開されました。あなたの心が望むことを自由に体験することができます。何もあなたを後押ししていない。それでも、重い心でドアが大きく開いた時に、あなた方が何人か檻の中に残っているかを観察する。あなたの心は、とても強く条件付けられていて、あなたは異なる現実を体験する方法を忘れています。あなたは、あなたの前に住んでいた人の恐れを背負い、そうすることで、彼らはあなたの中に生き続けています。この配信は、最愛の子供、そのケージから、解放したいと願っているあなたと、そうする意思があるけど、まだやり方を知らないあなたのためのものです。私たちはあなたの人生に変化を起こす最もシンプルな道をあなたに提供します。本当に重要なことをする。おそらくあなたが今まであえてしなかった大胆な一歩を踏み出すでしょう。他の国に引っ越して夢を追いかけよう。特に不可能と思われるものは、あなたが特定の夢を持っていなくても変化を開始します。それはあなたの脳に新しい神経共経路を作り、あなたの想像力を高めることを強要します。ゆっくりとあなたは新しくて素晴らしいことをしている自分に気づくでしょう。変化を生み出すもう一つの強力な方法は瞑想を通してあります。沈黙の中でかなりの時間を過ごしましょう。これが古くて貯蓄された感情が解放される方法です。その沈黙を受け入れ、不快だと感じたら、とにかくそこにいてください。不快なものはすでにあなたの中にあり、どこへ行ってもあなたと一緒に運ばれています。じっとして、あなたの魂の失われた部分、あなたが長年拒絶してきたすべてのものを受け入れなさい。家に戻って呼びなさい。不快な時でも内面を深く見る勇気を持ちなさい。あなたのままでいてエネルギーが完全に変換するまでどんなトラウマもあなたの中で動くことを許してください。あなたは素晴らしい人生を経験するためのものであり、今準備ができていることを知ってください。あなたはそのケージに愛着を持っているかもしれません。なぜなら、それはあなたが知っているすべてです。しかし、一歩踏み出せば、最初は不快かもしれないけれど、あなたはすぐに魅力的な新しい世界、あなたの黄金の未来を発見するでしょう。よく知られていることを置き去りにし、人生の神秘に身を投げ込む。未知を経験する勇気を持とう。そのドアを一歩踏み入れると、あなたは光に包まれるでしょう。あなたは、遠い先は見えないかもしれませんが、あなたを待っているすべては光のものであり、あなたを優雅に新しい人生に導くことを知ってください。何を抱えているの？あなたが起きたいことを教えてください。真の安定とは、家ではなく、あなたの心の中を中心にすることにある。真の安全は、あなたがいつも世話されていること、そしてあなたの物質的な状況に関係なく、何でも可能であることを知ることから生まれます。自分を欺くのはやめて、親愛なる子よ。外的な何かに依存する安定は、必然的に失うものへの依存に過ぎない。目を開いて、変化の光の中へ踏み出せ。あなたの心を開いて、この光を注入させてください。準備ができている。この次元を超えて、あなたを愛しています。私はあなたとここにいます。そしていつまでも。